じゃあ次うちがやるな。はーい。はい。あ、こっくりさん、こっくりさん、今日のうちの朝ごはんは何かわかりますか？何しましょう。それわかんないですよ。動かないんですよ。動きました。動いた。動いた。本当ですか？動いてる。動いてる。動かないんだけど。動いてるんですって。見て。見えるかな？動きます動きます。阿部さん。お疲れ様。阿部さん待ってましたよ。阿部さん遅れました。ちょっと待っててくださいね。まあ、大事なとこなんで。あ、こんな時間までお店やってたんですか。あれ、おでこ怪我したんですか。ああ、いやいや、なんか朝起きたら気がさ。大丈夫。あ、大丈夫大丈夫。あ、バイト昨日からテイクアウト始めてさ、急にやることになったから大変よ。でも働けるだけいいじゃないですか。うちは来月以降も休業延長ですって。みんなちゃんとこっくりさんやろうよ。ああもうやめ、あかん、やめ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 。え、やめちゃうんですか。勝手にやめちゃダメなんだろ。やめるよ。ほらみんなせーの、こっくりさん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 、お戻りください。こっくりさん、こっくりさん、お戻りください。お戻りください。おしまいおしまい。じゃあ阿部さん来たとこやし、乾杯しよう。乾杯。阿部さん、飲み物ありますか。あるよ。今日は何に乾杯。阿部さんと奈美恵さんの。いや、いいよ。俺もなんかあったっけ。ごめん。なんでもありません、すいません。まあいいや、ほら、じゃあみんな乾杯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 。乾杯。乾杯。すいません。はい。乾杯。お疲れっす。江口さんはお仕事休業にならないんですよね。まあね。でもまあ、そもそも厳しい業界だからね。そっか。確かに。ん？あら、江口ちゃんどこ？あ、ここです。黒いのです。ここです。ん？何？どうしたの？電気代払ってないの？阿部さん、ウケる。なんかカメラ、携帯の調子が悪いんですよ、ずっと。それ前も言ってましたよね。あ、イエーイ。お疲れ様です。いや、こっちは最初から全部見えてたんだって、もう。あれ？また消えちゃいました。消えたよ。消えたよ。出演した方がいいんじゃないですか。いやー、まあね。いやでもお金ないからさ。まあな。まあな。いつまで続くんだろうね。仕事したいっすよね。バイトもしたい。バイトもやけど、お芝居したいな。いや、めっちゃしたいです。確かに。確かに。おら、何暗くなってんの。せっかくの定例会でしょうが。いや、それが暗くもなるんですよ。さっきからめっちゃ怖くて。何やってたの。百物語です。今がちょうど100個目だったんですよ。怖いって。横やんが明かり消すん嫌やって言うから、みんなせっかくろうそく集めたのにやめたんやな。めっちゃ怖くない。だって最後ポックリさんだし。ほっくりさんだっけ。いや、とっくりさん。こっくりさんな。え、なんでこっくりさん。はいはい。なんかゆうちゃんが急にやろうって言い出して、私100個目用意してたのに。え、でも盛り上がりましたよね。え、リモートでできるもんなの、こっくりさんって。できます、できますよ。ええ、
なんか伊藤さんがこれが令和のこっくりさんなんだってね。そうです。でも失敗しちゃったし、これだと1、2いっぱいこっくりさん来ちゃうじゃないですか。それやばい。いやでもさっき何人か動いたよ。動いたよね。ですよね。え、自分で動かしたんですよね。ちゃうよ、勝手に動いたの。しかも動いた人みんな同じ動きやったよね。まあまあまあ、それはそうと、ねえねえ阿部さん、はい、お家の前に何かありました？うちの前？玄関？建物前？ポストじゃないですか？何もなかったよ。じゃあ、奈美恵さんは？え、私？何もなかったと思うけど。見てこよっか。いや、いいです、いいです。あ、でもなんか、ポストに変なの入ってて。これ。何も書いてないし。あれ？これ切って貼ってないじゃん。何これ？阿部さん。ん？それ、はい、うちのポストにも入ってました。ちょっと待って。え、これ？ほら。わ。ちなみに焼けました？まだ。私もなんだか気味悪くて。ちょっと開けてみるよ。うん。あれ？何も入ってないじゃん。奈美さんは？あー、ちょっと待って。空っぽ。え？本当に？本当ですか？空っぽ？うん、あの。何よ。あ、それ、うちのポストにも入ってました。これ？これです。二つあるんです。開けてみてよ。なんかやっぱ空っぽかな。いや、いいんじゃないですか。開けなくて。なんでよねん。開けろやー。まあまあ、それもきっと空っぽだし、今日はこの辺でお開きにしましょう。ね、ちょっともう、おい、なんだよ、せっかく急いで帰ってきたのに。まあ、江口さんも今日は携帯の調子悪いみたいですし。ねえ、横山くんも体調悪いんだよね。はい、すいません。じゃあもういいよ、一人で飲めよう。すいません。じゃあ、なんだか閉まらない感じだけど、いつもの一丁締め行きましょうか。はい、お手を拝借。リスターの今後の発展とみんなの健康を記念して、よーを寿司三昧。バイブ。バイブ。阿部さん、すいません。ありがとうございます。楽しかったです。うるさい。皆さん、お疲れ様でした。はいはい、バイバイ。また、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。っていう話でもない。お疲れ。ありがとうございます。はい、もしもし。あ、もしもし。すみません、これなんでビデオ通話なんですか？陽介くんさ、あれ君だよね。何の話ですか？いや、とぼけなくていいから。あ、もいかちゃんのことですか？中島さんに失礼だと思うよ。
すみません。これ結局何の電話なんですか？いやだから、あの黒い封筒だよ。お前中島さんの家まで行ったんだろ？俺見たんだよ。はあ、おい、あのすみません、ちょっと友達から電話入ったんで聞いて。おい、ちょっと待てよ。ふざけんなよ。ほんま横やありえへん。なんだ、お疲れ。お疲れ。お疲れ様です。すいません、遅れちゃいました。もう打ち合わせ終わっちゃいましたか？うん、でも大丈夫、後で LINE しとくね。はい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 。でな、うちめっちゃ怒ってんねやんか。わかったって、なんか仕方なかったんじゃない？え、すいません、こっくりさんのことですか？ちゃうちゃう、なんでマー先生はいつもそうなん？横やんに甘いんよ。やっぱあの黒い封筒何だったんだろうね。横山ですよ、横山、横山翔太。じゃあ萌香ちゃんの封筒は？分からん。あ、やばいやばい、お風呂の水溢れる。え、めいちゃん？え、めい？みんなごめん、きめさん。なん、あ、めい。きめさんが自由ですね。え、今から風呂？じゃあ解散ってことで、うん、じゃあね。おーい。あ、もしもし。すみません、アンナさん。出ました？うん、どうです、どうです？じゃあ一番気になるって言ってた今身の回りで起きていることと未来、まず障害は、ちょっと複雑かも。曖昧な態度だったり、結論が出るまで時間がかかったり、愛を取り巻く要素が多いんだけど、それだけじゃ心は満たされない。じゃあ未来は、うん、力とか勇気、名声、自分を知ることで成長できる。時間はかかるかもしれないけど、必ず困難を克服できるよ。え？本当ですか？やばい、マジ嬉しい。うん、あとはタイミング次第かな。きちんと相手を受け入れることも大切。相手っていうのは人だけじゃなくて、物や事柄も含む。はい、わかりました。よかった。なんか変な封筒とか来たからマジでへこんでたんですよ。ああ、あの黒い封筒、あれからどうしたの？え、キモいんで発酵してました。うん、え、なんかやばいですか？他なんかあったんでしたっけ？崩壊、衝突、突然の別れ、想像を超えた悪いことが起こる。それって私にですか？
あなたの周りの誰か。あ、エッセイどうもです。あれこれだけ？あ、みんな忙しいみたいで。ああ、そうなんだ。なんでグループラインにあげなかったの？あ、ほら、中田さんに知られるとめんどくさいじゃないですか。確かに。いちいち首突っ込んでくるし、その度話がそれちゃうし。あ、事務所の社長なんてそんなもんじゃないの？もっと営業しろっつんだよな。今の状況じゃ仕方がないんじゃない？うん。ですかね。普段から営業してないっていう疑惑はありますけどね。あ、ごめんごめん。そんなことより、これこれ。ナミエさん、まだ持ってる？あるよ。ちょっと。怖いよね。なんで俺とナミエさんだけなんだろう。ああ、萌香ちゃんもか。あ、そうですよね。なんで、なんで萌香ちゃんも。リスターの中では3人だけだったけど、世の中にはこの封筒がもっと届いている人がいる。とか。なん、それもっと怖いね。あ、いやいや、それはないんじゃないですかね。なんで？どうして横山くんがわかるのよ。あ、いや。あれ、阿部さん、その首どうしたんですか？あ、これこれ、ネギ喉に巻くといいってばあちゃんが。ネギ喉が痛いんですか？なんか朝起きたら喉が変で、あと口も切れちゃっててちょっと心配だね。寝ぼけて転んだんじゃないですか？転んで喉が痛くならないだろ。すいません。まあでも、その封筒のことはひとまず忘れて、ね、その、あまり気にしすぎるのも良くないですから。これ、警察に届けよっかな。いやいやいや、それはどうかな。冗談、冗談。まあ、人も集まらなかったみたいですし、あの、今日はこの辺でお開きにしましょう。ね。まあ、そうだね。はい。では、お疲れ様です。早っ。封筒、今度、萌香ちゃんにも聞いてみますね。あ、はーい。阿部さんもお大事になさってください。あ、ありがとう。はーい。なんでだろう。おかしいよな。いや、分かってますよ。いや、分かってますって。でも、いつがいいんすかね。え？ああ、そうですよね。いや、でもそれはあれなんじゃないですか、でも。あれ、また勝手についてるわ、これ。なんだ俺、どうなってんだよ。これか。みんな見えてる？見えてます。見えてます。見えてるよ。この横やんの後ろの影みたいなのなんだけど、これ出ちゃう？本当だ、顔に見える。うちのじいちゃんが言うにはアストラル体の一種だって。え、アス、え、あ、アス、アスト、え、ごめんごめん、何何、一度消すね。アストラル体、
簡単に言うと浮遊霊。やっぱり幽霊なの。あの、うん、その写真っていつのんやっけ。ああ、白黒パンダのプチ打ち上げん時だったから、うん、去年の11月。そうだね、みんなで飲んだね。で、じいちゃんが言うにはあんまり良くないって。良くないって何。うわ、超怖いじゃん。アストラル体。ああ、浮遊霊にもいろいろあって、悪さするやつとしないやつみたいな。悪霊や守護霊ということですか。まあそういうこと。この前のコックリさんって動物霊なんですよね。そうだね。で、この横屋の後ろの影は多分憑依霊。憑依霊？人に取り付くってこと？そう。しかも結構たちが悪い。やだやだやだ、超怖い。横山、落ち着いて。最近何か変なことなかった？何でもいいんだけど。変なこと？うわ、今朝起きたら寝癖が七三分けだった。違うな。あ、昨日の夜からおならが止まらないんだよ。ちゃうやろ。変な夢見たかもしれない。変な夢？うん、家にいるんだけどさ、自分家じゃないんだよ。あれどこだったんだろう、あれ。あ、それでなんかこうモニュモニュしたというか、ふわふわというか、あ、ごめん、ちょっと説明できないんだけど、それがさ、呼んでるんだよ。声が聞こえるってわけじゃないんだけど、呼ばれてるってのはわかるんだよ。そう、それが憑依霊なんじゃない。うん、そうだと思う。あと、じいちゃんが言ってたんだけど、横屋の家自体も危ないんだって。え、うちが？なんでよ。その家か土地に居ついてるアストラル体が複数いるって。あれじゃない、横山くん前に家の家賃めちゃめちゃ安いんだ、超ラッキーって言ってたじゃん。え、事故物件なんじゃん。あ、確かにそうかも。いや、ここ最近さ、隙間風と雨漏りがすごいんだよ。え、あれ、おい、あ、みんな、あれ、おい、みんな。あと、じいちゃん他にも変なこと言っててさ、良くないことが起きるのは横やんだけじゃないんだって。それうちかも。え、なになに、なんだよ。うちもな、去年引っ越したんやんか。それでずっと気になってたんやけど、うん、隣がお墓やね。え、みんな見える？本当だ。あー、それかもね。メイもちょっと気をつけた方がいいかも。うん、なんだよなんだよ、もう超怖いじゃんか。でもさ、もうマーのじいちゃんもう現役じゃないんだよな。じゃあ大丈夫だよな。え、怖いこと起きないよな。いえ、多分起きます。え？やっぱり何度やっても誰を占っても変わらないんです。こんなの普通じゃありえない。私たちにとってとても悪いことが起きます。
あーすいません、ちょっとなんでかシャワーが水しか出なくなっちゃってて。先輩待たせすぎだよね。すみません。まあまあごめんね、急に集まってもらっちゃって。いや全然、画面だけでもみんなと会えるの楽しいし。だよね。はあ、マイカちゃん、こないだの封筒まだ持ってる？え、あのまま捨てちゃいました。だって気持ち悪いんですもん。そっか、じゃあもしあの中身が知り合いからだったらどう思う？知り合い？友達ってことですか？うん、そうね、例えば友達。名前くらい書いとけよって感じですかね。あとは黒い封筒ってヤバくないって、どんなセンスだよって思います。あと何が書いてあったか知んないけど、直接電話しろよって思う。それか LINE とかでもいいし。でも直接だと恥ずかしい内容だったとか。何それ、よりキモいけど。だよね、恥ずかしいならそもそも送んなよって感じだよね。うんうん、は？何なんすか。いや別に。何二人喧嘩してんの？珍しいね。いやなんかケンシロウさんが最近やたら突っかかってきてて、ちょっとうざいっていうか。いや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 、涼介くんの失礼な態度が目につくだけだよ。こらこら、二人とも素直に話しなさい。大体何なんすか。少し前から事務所にいたからってそんなに先輩面します？いや社会の常識として言ってるだけで、君の考えが甘いだけ。社会人なら当然だよ。何すかその社会の常識って。命令の使命は敬語で話す程度ですか。ケンシロウさんだって同じフリーターですよね。あ、バイトリーダーでしたね。失礼しました。バイトリーダーさんは随分高い角度から偉そうに言うんですね。だからそういう態度のこと言ってんの。ああ、もうマジでうざいんだけど。は、なんなんだよそれ。もうなんか嫌、マジ点下げ。なんで喧嘩してんの？意味わかんない。ナミエさん、ごめんなさい、私抜けます。また今度女子会しましょうね。あ、ごめんね、ありがとう。もう二人とも反省しなさい。普段はそんなんじゃないでしょ。人の心を動かしたいなら真面目に素直にひたむきに。それに萌香ちゃんはきっと正直な人が好きよ。それじゃ。うっすー、どうしたの、ぐっちゃん急に。いえ、ちょっと。ん？どうした？誰かいません？誰かいますよね？何？俺？そっち？えぐちゃん？なんでもないっす。あれ、阿部さん、それ朝はどうされたんすか。いやだからさ、やっぱり朝起きたら怪我しててさ、全く記憶いないんだよ。大丈夫っすか。もう体中痛くてさ、今日からバイトも休んでる。マジっすか。うーん、何
系の痛みなんですか。なんだろう、グイグイ系、どんどん系なんすかもう何にもわかんないですって。それじゃあ、ええ、いやいや、だからさ、俺今日の夜撮ってみようと思うんだよ。自分もすか。そうそう、一晩中撮ってみたらなんかわかるんじゃないかなと思ってさ。なるほど。お化けとか映っちゃったりなんかして。そうっすよ、あれ、エグちゃん後ろ後ろ。え、後ろ、なんすか後ろって。エグちゃん窓とか開いてないよね。開いてないですけど。そうだよね、ごめんごめん、気のせいだわ、ごめん。もう阿部さん、また昼間から飲んでるか。早いことカメラセットして寝ちゃった方がいいんじゃないですか。もう、おー、まあそうだね、そうするわ。はい、じゃあ今日はこれで。はいはい、はい、お疲れです。はい。あの、外で変な音がして、ポストの中見たら。これが入ってました。なんだよ、なんでだよ、なんだよ。開けた方がいいかな。無理、超怖い。アリストロ隊、幽霊だよ絶対。家から出たい、超出たい。怖いって不要不急かな。家から出ちゃダメかな。寝ちゃってる。おい、マー先生。ダメだ、全然出ない。おい、安田さん。
たんだよ。ゆうちゃんからじゃん。
めん安田さん、どうしてんだよ安田さん、おめえちゃん、ダメだ繋がらないよ、おゆうちゃん、ダメだ繋がらない、なんだよもう、え、みーちゃんとゆうちゃんからメールじゃん、もうだからなんてメールなんだよ、え、黒い封筒開けろ、はあ、なんでだよ、はあ、もう次はこれを見ろ、なんだよこれ、せーの、横山くん、ちょっとは反省してんねやろな、うちらめっじゃあ怒ってんねんで、なんで私たちが怒ってんのか分かってるよね、そうです、その手元にある黒い封筒です、阿部さんと浪江さんに黒い封筒送ったの横やんだよね、うちらの計画とは全くちゃうことしてくれたやんな、ちゃんとみんなの前で説明せよ、どういうことか、明日リスターの定例会で説明するように、それと明日だったら間に合うんだよね、絶対だよ絶対、それじゃあ明日の定例会で、じゃあね、じゃあね、横山くん、ほんまに頼むで横山くん、頼むからな本当に、お願いお願いします、本当にお願いお願い一生のお願い、じゃあね、助からんよ、君を助けたいんだ、サトミ、僕に不安はないよ、ただ無念だ、君を助けたいんだ、無念だ、ハレルヤ夢を その通りだと思う、冷えてるな。
らないと思っている。これはただ酔っ払ってるだけね。はい、すいません、通り面目ない。え、何、ただ酔っ払って一人で夜中暴れてただけなん？飲みすぎで記憶がないだけなん？そのようです。もう安倍さん、安倍さん、安倍さん、びっくりするやん。いやあれあれあれ、いくちゃん、いくちゃんはあれ、いくちゃん、あ、いや、ですからあの連絡が取れないんですよ。でも LINE は来てたんでしょ？うん、僕は既読になっただけです。うん、そっかそっかそっか。っていうか横やん、はい、これこれだよ、これの説明。そうやで、横山くん、教えてください。いや、それは、はい、僕が安倍さんと奈美恵さんのお宅のポストに入れました。それは分かってんねん、なんで封筒になっちゃったんかって聞いてんねん。いや、そうっすよ、うん、詳しいことが知りたいんだよ。なっちゃった。え、みんななんか知ってんの？あー、いやいや、知ってるっていうか、なんていうか。まあまあ、安倍さん。はい。それはどうやらもう少ししたらわかるみたいですよ。そうなんでしょ、横山くん。というか、私と安倍さん以外のみんなかな。もうなんなの、もうなんかもうわかんない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 。ちょっとちょっと、じゃあ私のところに来てた黒い封筒は？あれも横山さん？いや、違うよ。それは違うよ。それは、正直者の二人が教えてくれるよね。え？え？ん？二人？わからん！わからなさすぎる！あの、すみません。萌香ちゃんの家のポストに、黒い封筒を入れたの僕です。え？はい、同じく自分もです。え？何？どういうこと？あ、俺から話します。いや、僕から。いや、俺です。いや、俺でしょ。俺です。もう、俺が話した方が話伝わるんで。もう、俺の方が絶対いいですって。はい、すいません。すみません。じゃあ、ケンシロウくん。はい、あの、そのあれは、あのラブレターです。ラブレター？ラブレター？ラブレター？いや、あのちょっと魔が差したっていうか、あのちょっと書きたくなっちゃったなみたいな。はい、自分の封筒も中はラブレターというか、ちょっとマジで？マジか。じゃあなんで黒い封筒だったの？いや、なんかかっこいいかなって。だよね。同じだったのはびっくりしたけど、かっこいいかなって。青やろ。だよね。めっちゃかっこいいやね。じゃあ。どんな内容だったの？確かに聞きたい、聞きたい。言っちゃえよ、言っちゃえ。覚えてないです。同じくよ。教えて教えて。だって萌香ちゃんもう捨てちゃったんだもんね。じゃーん、そこから拾いました。ナイス。萌香ちゃんやる。ですよね。さすがナミエさん。グーチョー、グーチョー、ナミエさん。開けて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 。やめましょ。開けろ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 。イエーイ。どれどれ、それはどっちかな。うわ、長。不滅の恋人よ、思いが募ります。
あなたなしでは生きていけません。燃える心を沈めて二人の行方を考えよう。一緒に暮らしたい。愛しておくれ。忠実なる僕の愛を疑わないで。あなたは永遠、僕も永遠。いつまでも二人で。これ意味わかんない。キモい。どっちの、これどっちだろう。ケンシロウさんっぽいかな。え、てかなんで名前ないの。え、もう一つも開けます。イエーイ。いい名前か。何これ。不滅の恋人よ、思いが募ります。あなたの死で同じこと書いてある。え、ほら見えます。見えないか。え、どういうこと。凌介くんさ、もしかして見た。見ました。セックス&ザ・シティ、シティすごい良かったよね。はい、キャリーとビッグの声が切ないんすよね。そうそう、で、あの歯がゆい二人をつなぎ止めたのが偉人たちのラブレター。めちゃめちゃ感動しました。俺本買っちゃったよ。マジですか。え、今度貸してください。あ、もちろん。やっぱね、ベートーベンが一番好きだな。最後もいいっすよ。理屈じゃない、愛なんだ。いや、もうね、全部良かったよね。おーい、足の上の大会。おい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 、ヘイ、ヘイ、ガイズ。はい、何、どういうこと。もしかして自分らセックス・アンズ・ザ・シティ見てラブレター書いたっていうこと。はいはい、確かにやってた、深夜にテレビで。ですよね。私も見ました。うん、私も。なんなん、キャリーとビッグのあの素敵シーンに感化されて自分らもラブレター書いたん。はい。わかるわ。あれよね。あの深夜マジで聞けるわ。わかるぞ、俺もわかるぞ、それ。私も本持ってるわけだ。わかるわ。私、あの、女の友情が。かわいさのさ、めたいぼりを。やばい。じゃあ、最後の謎かな。この封筒を私と阿部さんに届けた理由。うん。はい、横山くん。はい、多分そろそろ分かります。え、何？ちょっと待ってね。はい、楽しいものでも人気や。エスター1ドルより。何これ。包装も可愛いんだけど開けていい。はい、開けてください。開けさせていただきます。はい、開けてください。ちょっと待って、何、何なの、何なの、何だろう。すごい、なんか入れ物も立派なんだけどな。うそでしょ、もうちょっと何、待って。せーの、阿部さん主演映画決定、浪江さんご結婚おめでとう。わーイエーイ。うわー、やだって、もう何、そういうことだったの。ありがとう、おめでとうございます。すっげえ珍しいやつしょ。ありがとう。阿部さんにぴったりだと思って。ナミエさん、こんな形ですいません。本当は披露宴でお祝いしたかったんですけど。すっごい嬉しい、ありがとう。披露宴いつできるかわかんないし。阿部さんもすいません、ん、主演映画公開に合わせてお祝いしたかったんですけども、あ、いつになるか。あそういうこと。いや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 、でもほんまはこの前の定例会やったんですよ。しかしながら
横山くんが？ねえ。はい、最後の説明。それははい、そのラッピングうちのバイト先のなんですね。本当だね。なんですけど、そのちょっとした手違いでそのこの前の定例会には間に合わなかったんです。手違いってなんやねん。はい、出た、いつもの言い訳。いや、だからね、ちょっとだけ引き延ばそうと思ってね。そのサプライズのサプライズ的な、サプライズのサプライズ的なって何やねん。すいません。サプライズのサプライズ、なんで空の封筒だったんですか。いや、入れたはずなんだけどね、メッセージカード。うん、おい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 、まさかの、まさかの、まさかのか、どうしや。おっと、ありました、メッセージカード。落ちてました。ほら書いてある。あと数日待つでしょ。横山さん、黒い封筒だったのって何か意味あるんですか。あ、いや、だからかっこいいから。あ、ですよね。いやいや、キモいでしょ。アホだ。メッセージはどういう意味なんですか。ドキドキ感の演出。意味不明でしょそれ。なんでみんなに言ってくれなかったんですか。確かに、なんでだ。なんというか、みんなにもサプライズ。アホなんよ、ただのアホ。ちょっとみーちゃん。はいはい、わかりました。じゃあそろそろ乾杯する。そうです。あ、してなかったっす。乾杯しましょう。イエーイ。じゃあみんな飲み物準備して。はい、はーい。せっかくなんで、せっかくなんで、これいただきます。せっかくなんで。どうぞどうぞ。かわいい。おい。阿部さん絶対それ全部今日飲むでしょ。それでは、世の中ちょっと苦しい状況だけど、可能な限り外には出ないで。お前たちだぞ、お前たちだぞ。はい、すみません。そうだぞ。はい、すみません。みんなで乗り越えていきましょう。はい、乾杯。乾杯。ありがとう、いただきます、いただきます、ありがとう。みんなありがとう。横山くんもありがとう。はい、おめでとうございますね。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。これやばい、これすごいね。いい阿部さん絶対もう酔っ払ってやくないですか。っていうか今日の時間って誰か中瀬さんに連絡した。今回誰だ。横山さん。横山さん。あ、やべ、横山さん。横山さん。横山さん。何やるかすねー。終わりますか。早く連絡しろ。いやいやいや、ない、絶対中瀬さん怒ってるから。絶対めっちゃなんか言われると思う。そっちゃ、そっちゃよ。うん、なんでいつもそうなん。おでこに書いとけ、おでこに。それ自分じゃ見えなくない。やっぱり僕が連絡係やった方がいいですよね。うん、私もそう思います。いやいやいや、ちゃうねん、これは社会勉強やねん。横山翔太の社会への第一歩やねん。もう遅いけどな。遅いよ。しっかりしてるのに。これセーラーかんやつ。そういえばさ、エグちゃんは。いや、阿部さんなんか同じこと聞くんだ。もう一度 LINE 送ってみます。心配だよね。いや、まあ、確かに心配になってるんじゃないですか。戻りました。中田さん大丈夫ですか。横山くんなんて。中田さん、うん、全然、めっちゃ怒ってた。いや、あんたのせいやろ。めんどくさいから。俺は知らないからな、全部横山のせいだからな。先輩、
もうついてないな。息息っていうか、まあ、ねえねえ、アンナさん今日タロットあります？ついてないついてない横山さんも占ってもらった方がいいんじゃないですか？あ、そうだよ、横山くんやってもらえないよ。はい、占ってもらおうかな。でもでも、あの怖いカードはなしでお願いします。これはやってみないとわからないな。意外と怖いカードって